行こうぜ。あそこに行けばいいですか。行きます。あ、行きます。ここいい感じだね。私の勘を信じて。大勝負また取ればいいだけだよ。景色は綺麗なのに空気悪そう。はい、かしこまりました。あちらではいい。 もちろん分かっておりましたわ。あそこに行けばいいですか。あちらではいい。もちろん分かっておりましたわ。行こうぜ。あそこに行けばいいですか。行きます。あ、行くはい、かしこまりました。はい、かしこまりました。行きます。行きます。行こうぜ。行こうぜ。あちらでもいい。もちろん分かっておりましたよ。していたのですね。ピンクのイルカはなんと可愛らしい、美しい色ですね。その通りです。珍しい色のはずですから。無論私も初めてです。あ、写真を撮る前に消えてしまいましたね。また餌で誘えばいいだけです。効き目があることは分かりましたから。わあ、ピンキードルフィン、実物が見られるなんてラッキーだね。知ってる？昔ピンクのイルカと写真を撮ると恋が叶うっていう伝説が。さくら、そうなんだ。そんな風には見えなかったのに。
おしとやかなふりして影でそんなこと考えてたわけ？ピンキードルフィンと写真を撮って誰と結ばれたかったの？ねえ、何のことでしょう？毒蛇、あの場所はあんたに譲ってあげる。私は別の場所で撮るから。まあ嬉しい。でももういいかな。私も別に撮りたいものができたから。そう？ん？お二人とももしピンクのイルカと撮影したいのでしたら諦めてください。あれは私のものです。なんで？私が呼び寄せたものだからです。またまた動物を呼ぶ方法なんて身につけてんの？生命界に伝わる秘伝の術とか？その通りです。島中を歩き回ってたよね。そっか、餌を作ってたんだ。その容器に入ってるのが。そうでしょ？いいえ。そう？じゃあ私がもらってもいい？これは私のものです。誰にも触れさせません。私のものには何人たりとも手出し無用。そのことを理解させて差し上げましょうか？じゃ、私も一つ教えてあげるよ。私は欲しいものがあったら手に入れる。どんな手段を使ってでもね。それが私のやり方なの。さようですか。やり方は人それぞれでしょう。そうなるとこの場の解決策は一つしか思いつきませんね。いかがお考えですか？へえ。喧嘩してるの？何よあんた、いつ来たの？びっくりした。喧嘩しないで、みんな仲良く過ごさないと。うん、これも良さそう。釣り用の椅子にぴったり。みんな喧嘩しないで仲良くね。わかった？君、行きましょう。ロザンナ、どこまでついてくるおつもりですか？ついてくるって？私が？ああ、勘違いしないで。ただ散歩してるだけ。では、お先にどうぞ。いや、自分の好きに歩くからお構いなく。何気ないようで高度な技なのです。獲物に気配を感じさせつつ何の動きも見せない。その場で害はありませんが、精神的に圧力がかかります。相手は警戒を解けず、かといって積極的な阻止もできず、やがて諦めてしまうのです。ヘッドニア伝統の仕事の仕方でございますね。欲しいものはどんな手段を使ってでも手に入れる。それがロザンナの恐るべき本性であり、私が敬服していることです。私には彼女ほど思い切りのいいことができませんから。サクラ、サクラ！ジャッカルではありませんか？どうかしましたか？うん、私に何かくれるんでしょ？受け取りに来たよ。はい。ヴァイパーが言ってた。サクラが面白いものくれるって。これなどいかがでしょう？おお、
失礼。4メートルの亀を釣ったという話は本当ですか？ありえませんよね、初心者がいきなり。いえ、もちろん私も初心者なんですが。誰がそのような話を？バイパーですが。嘘でしょ？そんなはずありませんよね。そうですね、噂話に尾ひれがついたのでしょう。さくら、バイパーから足を怪我したと聞きました。具合はいかがですか？ねえ、私の炭酸水勝手に飲んだんですって？ボスのくせにせこいことするわね。私のメガネ拭きも隠したそうですね。ふぅ、いい天気。餌はそれで全てです。ですので、これ以上私に構わないでください。ふーん、なんか悪いね。そんなつもりじゃなかったけど、ありがたく使わせてもらうよ。ありがとう、分かってくれて嬉しい。疲れました。君、私は早く撮影を済ませてもう休みたいと思います。あのイカの形をした岩などどうでしょう？どっか行くの？お疲れみたいね、お嬢ちゃん。あとは好きにすればいいよ。そうなんだ、行ってらっしゃい。はい、から騒ぎに少し身を置けただけで十分満足しております。岩の中に空洞がありますね。洞窟でしょうか？少し探索してみませんか？さようですか。もう少し覗いてみましょう。おや、あれは。帰り道が水に浸かっております。暗くなると道がなくなってしまうようですね。遭難したということでしょうか？困ってしまいましたね。あら、帰れなくなってしまいましたね。どうやら私たちは遭難してしまったようです。明日の朝まで動かない方がいいでしょう。私と君の二人きりですね。私の隣に座っていただけますか？